皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。今回は、大リーグロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の元通訳、水原一平容疑者による衝撃の銀行詐欺事件について、詳しくお伝えします。水原容疑者は、大谷選手の口座から本人の許可なく、1600万ドル以上、日本円にして約24億5000万円もの大金を不正に送金していたことが明らかになりました。その目的は、自身が違法賭博で抱えた多額の借金の返済だったといいます。不正送金が発覚し、アメリカの司法当局は現地時間の11日、水原容疑者を銀行詐欺の疑いで訴追。翌12日にはロサンゼルスの連邦地裁に出頭し、身柄を拘束されることになりました。連邦地裁では保釈に関する審問が行われ、水原容疑者の弁護士は保釈金2万5000ドルの支払いを条件に保釈を求めました。さらに、被害者である大谷選手への接触禁止、オンラインを含むあらゆるギャンブルの禁止、ギャンブル依存症治療プログラムへの参加なども保釈の条件として示されたのです。連邦法の銀行詐欺罪は、金融機関を欺いて資産を不正に取得する行為を指します。有罪となれば、100万ドル以下の罰金刑か30年以下の懲役刑、あるいはその両方が科される可能性があります。事件の発端は、捜査当局が水原容疑者の携帯電話を調べたことでした。すると、南カリフォルニアで活動する違法スポーツ賭博組織のブックメーカーとの間で、数百回にわたるメッセージのやり取りが見つかったのです。水原容疑者は2021年9月頃からブックメーカーとつながり、違法賭博のアカウント番号とパスワードを付与されていました。最初のうちは賭けに勝ち、2021年9月24日には UCLA に賭けたが完敗したとメッセージを送っています。その後、賭け金の送金や借金の返済をめぐって、ブックメーカーとの間で頻繁にやり取りを重ねるようになりました。2021年11月10日には、水原容疑者から4万送金できた、一度に4万しか送金できないようだとメッセージが送られ、4万ドルが送金されています。さらに、同年12月8日には5万の送金を依頼した、受理されたら連絡するとも伝えていました。しかし、2022年1月2日頃には全て負けてしまったと水原容疑者がブックメーカーに報告。借金が膨らむ一方で、賭けの上限額を引き上げてほしいと懇願するメッセージが続きます。5万バンプできないか、もし負けたらしばらくはこれで最後になる、少しだけバンプしてもらえないかといった具合です。バンプとは違法賭博の隠語で、賭けの上限額を引き上げることを意味します。2022年2月には、水原容疑者が10万をすでに失ったが、今日30万追加で送金の手続きをしたと伝え、30万ドルもの金額に言及しています。賭博記録によると、水原容疑者は2021年12月から2024年1月までの間に、合計で約1万9000回もの賭けを行っていました。1日平均25回近くのペースです。1回あたりの賭け金は10ドルから16万ドルと幅がありましたが、平均は約1万2800ドルでした。この期間の合計では約218億円の賞金を稼いだ一方、約280億円を負けていたのです。差し引き約62億円の大負債を抱えていたことになります。水原容疑者の賭博がエスカレートしていく様子は、ブックメーカーとのメッセージからも明らかです。2022年5月以降は、さらに借金が膨らみ、100万ドルを超える負債を抱えるようになりました。それでもブックメーカーは、水原容疑者の賭けの上限額を引き上げ続けたといいます。2022年6月23日頃には、水原容疑者から、俺って最悪だ、やめられない、最後にもう一回だけバンプしてくれないか、これが当分の間、最後の引き上げだと約束するというメッセージが送られています。さらに翌日の6月24日頃には、問題がある、本当に本当に最後のバンプをできないか、これはマジだ、本当に最後だと
上限額のさらなる引き上げを懇願しているのです。借金の返済に追われる中、水原容疑者は大谷選手の口座から無断で送金を繰り返していました。送金の事実を隠すため、大谷選手の代理人や会計士に口座へのアクセスを拒否したり、虚偽の説明をしたりもしていたのです。捜査関係者によると、水原容疑者は銀行に電話をかけ、自身を大谷選手だと偽って秘密の質問に答え、口座のオンライン取引の停止を解除させていたことも分かっています。大谷選手のメールアドレスに似せた匿名のアドレスを使うなど、巧妙な手口で不正を重ねていたようです。一方、大谷選手は自身の口座から不正送金が行われていたことを、今年3月下旬になるまで全く知らされていなかったといいます。大谷選手は、全ての口座を代理人らが監視していると信じており、水原容疑者に口座管理を任せたことは一度もなかったそうです。代理人らも、水原容疑者から口座へのアクセスを拒否されるなどして不正に気づくことはできませんでした。水原容疑者は、大谷選手がこの口座のことを誰にも知られたくないなどと言って代理人らを欺いていたのです。大谷選手が不正送金の事実を知ったのは、韓国での開幕戦の後、チームメイトを集めた場で水原容疑者が英語で説明したことがきっかけでした。内容を十分理解できなかった大谷選手は、後日水原容疑者から直接事情を聞き、初めて真相を知ることになります。水原容疑者は、違法賭博で多額の借金を抱えていることや、大谷選手の口座から無断で送金していたことを認めました。また借金の返済のために大谷選手が送金を認めていたと代理人らに嘘をついていたことも明かしたのです。捜査当局は、水原容疑者と大谷選手が2020年から2024年にかけてやり取りした日本語のメッセージ約9700ページを分析しましたが、大谷選手が水原容疑者の賭博行為や不正送金を把握し同意していたことを示す証拠は見つからなかったといいます。また水原容疑者は大谷選手の口座から大量の野球カードを購入していたことも明らかになりました。偽名を使って配送先を変更し、転売目的で入手していたとみられています。大谷選手のカードを含む1000枚近くが押収されたそうです。連邦地裁での審問後、水原容疑者の弁護士は報道陣に声明を発表。容疑者が大谷選手やドジャース、MLB に謝罪の意を示していること、責任を取るために当局と協力し、事件の早期解決を目指すことなどを明かしました。司法取引に応じて罪を認めれば、裁判は長引かずに終結する可能性もあるといいます。大谷選手も自身の被害に関して捜査に協力、司法省の捜査に感謝の意を表明しつつ、今回の事件に一区切りをつけ、野球に専念したいと語っています。世界中から注目を集めるスーパースターを、最も身近な存在だった通訳が裏切るという衝撃の事件、違法賭博に手を染め巨額の横領を繰り返した水原容疑者の行為は断じて許されるものではありません。真相解明と厳正な処罰を望まずにはいられません。大谷選手が所属するドジャースの球団幹部も、水原容疑者を解雇したことを明らかにしています。チームとしても選手を守るためにあらゆる対策を講じていくことでしょう。日本では大谷選手の活躍に多くのファンが喜びと誇りを感じていました。今回の事件は、そんな日本中の大谷ファンにも大きなショックを与えています。しかし、大谷選手のタレントと人間性は揺るぎないものです。ファンの多くは、騙された大谷選手が心配、早く立ち直ってほしいとエールを送り続けています。確かに今回の事件は大谷選手にとって大きな試練となるでしょう。しかし、これまでも数々の困難を乗り越えてきた大谷選手なら、必ずやこの逆境を跳ね返し、さらなる高みを目指して突き進んでいってくれるはずです。私たちファンにできることは、変わらぬ声援を送り続けること。大谷選手の活躍を心から願い、応援し続けることが何より大切なのだと思います。そして同時に、私たち一人一人が身近な人を疑うのではなく、コミュニケーションを大切にし、健全な信頼関係を築いていく努力も忘れてはなりません。今回の事件を他山の石として、スポーツ界のみならず、
社会全体で不正を許さない意識を高めていくことが求められています。大谷選手にはこの不祥事を乗り越え、これまで以上に輝かしい活躍を続けてほしいと願ってやみません。そして水原容疑者には自らの行為を深く反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないことを強く望みます。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。